今回はリバース思考、超一流に学ぶ成功を逆算する方法という本をご紹介します。VUCA時代が進行し、変動と不確実性が当たり前となる中で、持続的な学びとスキルの向上が不可欠です。今や新しいスキルを素早く身につけ、習得する技術を磨くことは、野心家だけでなく、職場で生き抜くための基本条件と言えるでしょう。シリコンバレーを含むテクノロジー業界で、一般的なリバースエンジニアリングは、既存のものから学び、新しいアイデアを生み出す手法です。本書は、この手法を用いて、成功を収めたビジネスリーダーや、イノベーターたちのストーリーを通じて、現代で重要なスキルを解説しています。スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツが天才的なアイデアを持っていたわけではなく、様々な製品やサービスを研究し、そこから得た洞察を生かしていたことが紹介されています。この手法は彼らだけでなく、コンピュータ業界全体の歴史に根ざしており、多くのイノベーターが異なるソースからアイデアを取り入れ、発展させてきたとの事実が明かされています。本書は2部構成で、パート1では様々な業界の成功者たちがどのようにリバースエンジニアリングを活用しているかを紹介し、そのテクニックを公式化します。成功パターンをただコピーするだけでなく、それを改変し期待に応え続ける革新的な戦略を学びます。パート2ではリバースエンジニアリングのスキルを実践的に使いこなす方法が解説され、最新の研究をもとにした戦略が提供されます。読み進めるうちに、興味深い事例を分解し、その仕組みを理解し、自らの創意工夫に応用するスキルを身につけることが期待されます。本書を読んだ感想として、現代のビジネス環境において不可欠なスキルを分かりやすく解説しており、リバースエンジニアリングの手法が広範で実用的であることに納得しました。興味深い成功事例や実践的な戦略が満載であり、自分のスキルアップに直結する内容と感じました。このステップを踏むことで、最終ゴールを見据えつつ、達成のために今自分ができることを明確化できると説いています。余計なことに時間を取られず、効率的に目標達成を図ることが可能になります。感想としましては、非常に論理的で実践的な成功の考え方だと思います。目標と必要な要素を紐解き、手順を段階的に定めていく点が斬新でした。自分も仕事上の目標達成のために、このリバース思考を取り入れてみようと思っています。一方で、成功への執着や効率性の追求が過ぎるあまり、人生の豊かさそのものを見失ってしまう危険性もあると感じました。目的と手段を混同し、手段の達成自体を喜びと感じるようになることで、当初の目的を相対化させてしまうといった弊害はあり得るでしょう。しかしながら、適度な範囲でこの考え方を活用することができれば、自分の人生設計をより意識的で合理的なものにできるのではないかと期待しています。バランスを取りつつ、本書の示すリバース思考の手法をキャリア形成の助けとしたいと考えています。